横浜ジャズ協会の創立30周年を記念した移植作品で、ベイプロムナードという交響詩を書かせていただいたのですが、まず私自身横浜という場所にゆかりというのは出身地ではないんですけれども、祖父祖母が住んでいたこともありましたし、何かお祝い事とか嬉しいことがあった時に横浜に来た思い出がたくさんあったので、そういう意味ではすごく自分にとってワクワクする街という印象が強くて、その街が歩んできた歴史のために何ができるだろうと考えた時に、海、港の歴史というものがこう何か一つつながるといいなという気持ちがあって、黒船来航の歴史から今の横浜の街に至るまでのこう歴史を少しずつ音楽でこう描くことができないだろうかという、そういった最初の構想からこの作曲が始まりました。一楽章はそのものですけれども、黒船来航の、時代をテーマにして書いており、二楽章はその開国した後、明治から大正時代にかけて伊勢崎町がすごく栄えた頃の様子を音楽的に描写できないかなということが、インスピレーションの源になっていますし、第三楽章は日本最古の、ジャズ喫茶というのがまだ横浜にあって、それがちぐさという名前なんですけれども、そのちぐさでこう夜な夜な行われたジャズのセッションですとか、いよいよこうジャズが本格的に横浜という街に浸透してきている様子、まあ、そういったものに、インスピレーションを得て書きました。最後の楽章が4楽章が、もっと近現代にかけてみなとみらいという地区が、開発された時のことを思い浮かべながら、そこにヒントを得て書いたというのが、それぞれの楽章のインスピレーションの源になります。オーケストラをすごくよく聴いて、その音楽に触れて育ってきたので、どうしても頭の中で鳴るサウンドというのがオーケストラの音が頭の中に響いちゃうんですよね。楽器の種類も多いので、それがこう合わさって一緒に何かを成し遂げようとする時の色彩感ですとか、あとは音の厚みですとか、すごくロマンあふれる楽器形態だなと思っています。で、そこにジャズが加わるということは、クラシックの音楽というのは基本的にやはり音符を書いてしまうので、書かれている、つまり、必然的に用意されているものをどのように
解釈したり練習したりしていくかっていうところにかかってるんですけれども、ジャズはそれだけではなくて、即興するという部分がすごく大きな音楽的な要素なので、そこは練習ではなくて、その場で音楽のこうセンスをみんなで会話している、音で会話している中で受け取って発展させていくというものなので、もっともっとこう偶然性が問われる。なんかその私にとっては今こうクラシックのオーケストラとジャズのミュージシャンたちと一緒に何かをするということはできるかなっていう、こう大きな挑戦になるので、そのバランスをリハーサルで整えたりとか、実験したりというのはすごく有意義な時間になっています。この作品を書くときは、逆にその頭の中になっている音像を結構素直に出力するだけでスコアが完成していく感覚があったので、そういう意味ではより自然に作曲に取り組めたんじゃないかなと思ってます。世の中にもちろんテクニックがすごいっていう人たくさんいるかもしれないのですが、私にとってはその人たちの一人一人の音色とか音質みたいなものをすごく大事に思っているので、音楽の雰囲気とかそういうものだけではなくて、もっとその一つ一つの音にこだわった活動をこれからも大切にできたらいいなと思っています。